めぼしい挑戦者がいないのなら話題で行こう。アメリカはチャンスの国だ。だからチャンピオンアポロクリードは地方の無名のボクサーにチャンスを与えてやるんだ。現代のシンデレラボーイとして俺と並んでポスターにも載せよう。世界チャンピオンはロマンチックなのさ。ロマンチックな出来事を好む人間は世界中にいるはずだよ。アポロクリードが地元の無名のボクサーに夢のようなチャンスを与えたら、彼らはきっと喝采を送るだろう。きっと話題を独占する。これだよ、これで行こう。おい、あんた口の引き方が気に入らねえ。口の引き方に気をつけろってんだよ。何がどうなってるのか聞くまで車は出さないからな。お前ら俺を二度も見捨てようとした。最初はイタリア、次はドイツ野郎の捕虜だ。挙句に人を運転手代わりにこき使いやがって、何の説明もなしか。何がどうなってるのか説明しろ。俺は仲間になんかなる気はねえよ。対等に扱いって言ってるんだ。誰が来ようと俺の知ったことか。お前らの目的を聞くまでここから一歩も動かんぞ。どこの橋だ。俺は橋なんか爆破しないぞ。俺のことなんか考えもしなかった。俺のために戻ってきたんじゃない。そうだろ。どう思うとそれは自由だ。だから決着をつけるために奴と再試合をしたいんだ。本来なら奴は5分と無駄な三流のボクサーだ。それを今度の試合で全世界にはっきり証明してみせる。奴は俺とグローブを合わせるのが怖くて隠れてやがるんだ。ロッキー・バルボアだかなんだか知らんが、よく聞け。俺はアメリカ、いや全世界のファンの前で宣言するぞ。いつでもどこででも喜んで戦ってやる。イタリアの種馬など抜かしがある古神兵ボクサーと戦って打ちのめしてやる。だから電話しろ。料金を俺が払うぜ。見ろよ、静かなもんだ。引退すると退屈だぞ。俺たちには引退はまだ早い。俺はな、その気になりゃ歴史に残る大試合をプロモートできると信じてるんだ。まだ若いんだ。一つでかいことやってやろうじゃないか。お前に負けた時な、俺はどん底の苦しみを味わったんだ。誰にも言えずに一人で耐えたよ。それは誰もが経験することだ。そのまま終わっちまえば必ず後悔が残るんだ。俺の二の舞を踏まえようにもう一度立ってみろ。二人が組めば世界一のタイトルをもう一度取れる。まあ言うなりゃ先輩としての責任感かな。が若い者は勉強しなくちゃな。いやいやいや、彼に敵意を持ってないよ。ただ世界中の人に見せたいんだ。スポーツはロシアの専売特許じゃないって。まさかこの俺に勝つ気でいるんじゃないだろうな。おい、ちょっと待ってくれ。頭を冷やせよ。俺は最高の選手と戦い勝ち抜いてきた。俺のおかげで引退した奴は5万体。腰抜けのテクノボをリングに出してみろ。痛い思いってのを教えてやるよ。そうやって俺を悪役にしまう。俺は友好的なエキビジョンにしたいから来たんだ。言いたいことは言った。リングで蹴りをつけようで文句ないだ。どこかのバカがお前が適任だと推薦したんだよ。誰がお前なんかに負けるか。久しぶりだな、ダッチ。ベルリンじゃいい仕事したそうだな。聞いてるぞ、ダッチ。そんなに自信があるのにリビアの仕事はなぜ断った。この仕事にスタイルもクソもあるか。言えよ、なんで断った。スミスゲリラの手で殺させるわけにはいかない。だからお前を呼んだんだ。彼を救えるのはお前しかいない。スピードが命だ。一日で済ませよう。墜落現場から辿ってゲリラ基地を突き止め、人質を奪還して俺たちのいた痕跡を残さず引き上げる。ホッケーの選手か。ホッケーは諦めろ。これからゴルフをやれ。ここの専属プロだ、チャップス・ピーターソン。これから俺がお前に専属でゴルフを教えてやる。金はいらん。俺が誰だか知らんのだろ。1965年には第二のアーノルド・パーマーになるとスポーツ紙で予言された男だぞ。俺はもうプロツアーには出られない。バカか。ワニが手を食っちまったからだ。フロリダでのツアーだった。俺は池の端っこに落ちたボールをすくい上げた。その瞬間ワニが出てきて手首から先をパックリ。1年ぶりの電話でこんなとこに引っ張ってきてどういうことだ。ビッグ、言えよ。バッジを捨てる気か。考え直せ。クビになったんだ。やめたかなかった。何があったんだ。あったさ、2、3回はな。5、6回、しょっちゅうさ。でも仕方ねえと思ってた。時には汚いこともやらないとこっちがやられる。俺はそう割り切ることにしてた。刑事の宿命だってな。コーチはもはやコーチではなかった。現在はシービスケットの優秀な血統を守る仕事をしていた。つまり自然の摂理に従ってチャンピオン馬の DNA を受け継ぐ名馬からそのパワーの、おお、なんと馬のを抜いていたのだ。テキサスのプレーンフォークにハートランド州立大っていうのがあって、キャンパスは最高でスポーツにも熱心だが、フットボールのヘッドコーチを探してる。なあコーチ、あんたと俺は一緒に戦ってきたよな。そのまま。一体何がどうなってるというんだ。北朝鮮に艦隊を丸ごと沈められる力はない。 NATO の多国籍軍からは韓国は誰にやられたと言ってる。想像はつくが、アイオワだと。博物館がなぜ追跡なんて。いいか、空山基地の第8戦闘航空団に連絡を。偵察機に護衛機をつけて状況の把握に当たらせろ。朝鮮人民、奴らが打ち合いを始めるたびに世界に緊張が走る。